はい、じゃあ話をしましょうか、はい、しましょうか。僕はね、これは1000万年遡った方がいいと思ってるんだよね。我々人類は本性からだいぶ離れた、まあ、社会をこの最近になって作り、でそれが当然のことと思っているけれど、実は違うんじゃないかと。でやっぱりこのコロナパンデミックの状況で、まあ、よくも悪しくもその我々ということをまさに我々は今改めて考えざるを得ないと。一人で生きてきたと思ってたら、やっぱりみんなのこういう状況の中に埋め込まれてしまっているし、まあ、世界がまさにこう運命共同体で、まあ、日本やアジアの国だけが感染を抑えたとしても、また入っていつ入ってくるか分からない。単に来て帰っていくだけじゃなくて、やっぱりしばらくちゃんとステイをして、そこで共に生活をして、まあ、共に生み出すというような、そういった形でのグローバリゼーション、これで元に戻って、やっぱりオーバーツーリズムに戻ったらいいかっていうと、やっぱりそうではないだろうと。で大学っていうのはそういったよく考えた場なので、そういう意味で大学の在り方っていうのはより根性に向けて進むということがあり得るかなと。重要なのは時間に対する価値観なんですね。この新型コロナでみんな家庭にとどまって、そのいろんな時間を経験してるわけでね、子供の時間、それからまあ老人の時間、女性の時間、男性の時間という形でね、出口さんがおっしゃられた根性っていうのに近い話なんだけどね。つまり生きる意味、生きる価値っていうのは、結局その他者の時間と自分の時間っていうものを合わせて共に生きるってことですね。そういうことがこれからまあ幸福につながっていくんじゃないかと思うんです。僕はずっと大学っていうのは要するにこれから重要なコミュニティの核になるって言ってきたわけです。自分の好きな知識を集めようと思えばインターネット使えばいいんだけど、本当の生の知識で得られるものっていうのはやっぱり人と会わないといけないと思うんですね。でそういう場所として大学はこれから機能するだろうと。今出口さんおっしゃったように、大学というのはみんなが寄り集まってさまざまな経験や知識というのを共有し合う場所なんですよね。まあ講義なんかを、まあ、無料でね配信するのをどんどんやったらいいと思うんですよ。でそれをきっかけにしていろんな人たちが集まれる場になればいいんじゃないのと。